吉の豪快ヘッド弾を被弾したチェルシー、あの日本人は誰だと現地サポがざわつく。チェルシーは3日の ECL 第1節でヘントとホームで対戦。渡辺剛と伊藤敦樹が揃って先発した相手に対して、直近のプレミアリーグから先発を全員入れ替えての一戦だったが、打ち合いの末に4-2で勝利した。50分には左 CK から二次攻撃三次攻撃を狙うと、エイグ順線の右クロスを渡辺がヘディングで流し込み、好調チェルシー相手に得点してみせた。渡辺って一体何者なの？とんでもない中央の攻撃だ。守備もいい。あの男がいなかったらうちはすでに6ゴールしている。渡辺は初めて聞いた名前だ。彼はヘディングだけでなく守備も素晴らしい。渡辺の体に我らのエンクンクが入っている。敬意を表します。デロルジュと渡辺は明らかにレベルが上です。スタンフォードブリッジは渡辺の才能を見出している。彼の最初のピリオドは怪物的で、優れた守備パフォーマンスを見せたが、チェルシーはさらにその上を行っていた。試合後、渡辺に薬物検査すべきだ。チェルシーの守備はとにかくひどい。ヘントの選手4人がマークされずに並んでいる間に渡辺が得点した。ディサシとバディアシレは同じ言語を話しているにもかかわらず、まるで今まで一度も話したことがないかのように。この渡辺ってやつは一体誰だ？この渡辺って男は誰なんだ？彼の CB としての能力は一級品だった。今日のうちのどの守備選手よりも優れていたように思う。うちは渡辺を狙うべきだ。彼は今夜堅実なパフォーマンスをした。